カナダ東部セントアンガは、ロバート・スコット・ダンカンソンがメープル街道は、カナダのナイアガラ地域から、ケベックシティへと続く、全長約800キロメートルの観光ルートの通称である。沿道に、カナダ国旗のデザインにもなっている、カエデの木が多いことから名付けられ、秋の紅葉の時期は特に美しいことで知られる。現地では、文化遺産の道と呼ばれている。実際、 カナダ建国の史跡が多いルートでもある。メープル街道という名称は、ロマンティック街道同様、日本人が付けたと言われる。401号線のルートオンタリオハイウェイ401号線、サミュエル・ド・シャンプランの像脇のメープル街道は、佐藤カエデや赤カエデのみならず、オーク、ポプラ、白樺、シナノキなどの様々な紅葉もしくは紅葉が、行く道を彩る。 ピークは9月下旬から10月上旬である。トロントからオタワまでは氷河湖もかなり存在する。キングストンのあたりからオンタリオ湖の水はセントローレンス泡に流れ込むようになる。ここには国立公園サウザンドアイランズがある。またオタワからモントリオールの間にはリゾートで有名なローレンシャイン高原がある。ここの紅葉も美しい。ケベック州の都市は 古くは、毛皮の交易や巡礼により発展し、カナダの中では、歴史がある地域で、石造りの建物が多い。特定の道路が、メープル街道として決められているわけではないが、それに近い道として、オンタリオ湖のすぐ北を走るオンタリオハイウェイ401号線が、ウィンザーから、ケベック州まで走っている。このハイウェイは、ケベック州に入ると、国道20号線に変わる。 カナダコトリップ海外版、秋文社、2017年、92ページ。ISBN 978から4から398155245。日本カナダ学会メープル豆辞典、目、メープル街道メープル街道海外旅行、日本旅行 AB レンタカーなら、日本レンタカー旅の、お役立ちガイド、ドライブガイド、カナダメープル街道メープル街道カナダ。 観光ガイド阪急の旅行者、メープルルートオンタリオ、カナダハットメープル街道海外旅行日本旅行、マパート2010。P69 セクション S73T74、ナイアガラ観光局公式日本語ホームページ、ナイアガラフォールズオンタリオ、カナダハットレンタカーなら、日本レンタカー旅の、お役立ちガイド、ドライブガイド、カナダメープル街道。ありがとうございます。